まもなく午後3時です。普段は夜から始まるというショーなんですが、まもなく開演です。17日から夜9時以降の外出が禁止されたパリで、キャバレーのクレイジーホースは生き残りをかけて、もともと夜8時半からの公演を午後3時半に早めました。このキャバレーには東京で生まれ育ったダンサー、ユズ・アズノールさんも在籍しています。新しいこうそのアジアンビューティーだったりとか顔つきとかでお客様に見せられたらなっていうふうには思って踊ってます。日本で習っていたバレエを活かしながら自分を表現できる場として、2年前キャバレーの世界に飛び込みました。しかし今年の春に新型コロナによるロックダウンで店の一時閉鎖を経験したユズさんは、今回の開演時間の昼前の前倒しにも不安を感じました。大人の世界で踊るわけだし、そのカルチャー的にもこれは夜のショーなので、やっぱり昼間にやるっていうのはやっぱり見る側にとっても行きにくい場になるんじゃないかなっていう、まあ不安はありましたけれども、ils ont lancé le spectacle vraiment comme si on était la nuit et le fait qu'on soit en sous-sol et dans le noir on oublie complètement l'heure qu'il est et avec la musique et voilà on est vraiment emporté dans leur univers. ユズさんの心配とは裏腹に、感染対策で満席の半分の120人ほどに制限したチケットはこの日完売し、観客からの評判も上々です。一方、キャバレーの公演回数がコロナ前に比べ4分の1に激減し、政府の支援がなければ経営を続けるのは厳しいということです。